はい、のんち TV 始まりました。全国のドラマファンの皆さん、こんばんは。リーのんちザワイズです。はい、今回は、プリズム、ドラマプリズムについて話していこうじゃないかっていう感じですけど、プリズム見たでしょうか皆さん。まだ見てない、いやーよかった、こういうのですよねみたいな。もう第1話は良かったです。第2話第3話ちょっと不安ですけどね、1話が良かっただけにね。いやーこれぞって感じがしましたね私は。まあ後半ちょっとなんかうんっていうところもまあ多少はありましたけども、基本的にこうもの、やっぱ杉咲花さんでしたっけね、あの鮭さんのね娘、こうもうやっぱすごいですね。乗ってるって感じありますね。もういい、もう間といい、なんだろう、動きといい、ルックスといい、いいですね。そしてお相手はね、季節さん、藤原季節さんかな、あの方はね、ね、もうある映画でも出てましたけど、いや、いいですね。ちょっとこう、ちょっとなんかこう、顔に特徴があるかなって感じはする、しますけどね。なんだかこう、いい関係ですね。そして、吉田栄作さんね、出てますね。いい。吉田栄作さん、やっぱね、さすがって感じありますね。もう今はもう大ベテランでね、アメリカに渡り、そして日本に戻ってきてみたいなね感じですけれども、いやすごいなんか複雑なね、なんか家庭というか、親杉咲花さんのお父さんが吉田栄作さんなんだけど、で若村麻由美さんかな、お母さんが、でも離婚しちゃって、その吉田栄作さん離婚して次に付き合ってるのが男性というね。この辺がこう今風といえば今風で、その辺がね深く絡み合っていくみたいなね。なんか庭園を作ってする人がその藤原季節さんなんですけどね、なんかかっこいいですね。なんかこう、私こういう仕事してますみたいなのをお父さんにねさっと名刺出したりとかね。やっぱ仕事に自信がある人っていうのはなんかこう立ち振る舞いがいいんでしょうね。こうね、いいですね。我々というか私なんかもうこんななんでね、こう誇れないですね、いろいろね。このルックスだとねちょっと誰も信じてくれないというかね、まあ、常に永遠にこう怪しい感じというかね。まあでもね、昔に比べたらね、金髪の人もたくさんいるんで、どん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 ね、時代がこうなってきて、あと10年後にはまあ俺なんかも普通になってくるんじゃなかろうかと、期待してるというか思うんでね。そうするとまた、私はどうなっていくんでしょうね。これは、わかんないんですけど。まあそんな感じで、プリズム、もうおすすめ、本当おすすめ。ここ最近の中ではね、すごく丁寧な、こう、役者さんの力をこう、存分に出してるね、いいドラマなんで。いやもう本当にね、まあ朝ドラの人もこっち出てたらな、よかったのになみたいな、もう本当かわいそう、かわいそうってことでもないけど、役者さんたちってね、もうね、演出家にやられるがまあまあみたいなところありますからね。いやプリズム出てる人は幸せなんじゃないかなと私は思いました。はい、そんな感じで、のんち TV チャンネル登録よろしくお願いします。こんな感じでいろんなドラマについて感想言ってますんで、あとはね私の音楽がねどっかにいろいろありますんで、ぜひ見ていただければなと思っております。それではまた明日、バイ。